1975年にジョルジオ・アルマーニにより設立されたファッションブランドおよびレジャーブランドである。ファッション業界で権威のあるブランドの一つでメインブランドジョルジオ・アルマーニのほか複数の姉妹ブランド化粧品リゾート高級レストランなど多彩な事業を展開しアルマーニと総称される。事業内容はメインとなるアパレル化粧品のほか、リゾート開発 高級レストラン、チョコレート商品など多岐にわたる。メインブランドのジョルジオ・アルマーニ、セカンドラインのエンポリオ・アルマーニの二つが柱。他にもエンポリオ・アルマーニのスポーツライン、EA7、アルマーニ版、ファストファッション、A、X ・アルマーニエクスチェンジを展開する。が、EA については、メンズ、ウィメンズともにミラノコレクションを毎年2回発表している。 が、EA の紳士服については、オーダーメイドの、メイドトゥメジャーというサービスを行っている。2006年からは、がの最高級オーダーメイドとして、ハンドメイドトゥメジャーをスタートさせた。婦人服については、2005年から、フランスのオートクチュール組合に加盟し、オートクチュールライン、ジョージオ・アルマーニ・プリベをパリで新たに発表した。A、X ・アルマーニ・エクスチェンジは、 1991年にスタートし第1号店がニューヨークの双方にオープンした。生産拠点をアジアに置いて若年層をターゲットにしている。アルマーニが25%を出資し、シンガポールのオングループが1994年にライセンスを得て展開していたが2015年に自社直営化された。直営改善の日本での事業会社は ジョルジオ・アルマーニ・ジャパン市会社のプレシディオ・ジャパン。時計は、1997年にスタートし、ライセンスを受けた、米国のフォッシル、サングラス、メガネフレームは同じくライセンスを受けたメーカーが、展開している。なお、時計に関し、ジョルジオ・アルマーニの時計はすべて、スイス製の高級腕時計である。一方、エンポリオ・アルマーニの腕時計は低価格帯だが、 その一部はスイスで製造されている。化粧品部門、ジョルジオ・アルマーニ・コスメティックスで、メイクアップ、スキンケア、香水も展開しており、1980年に、ロレアルグループとライセンス契約を結んだ。また、インテリア、アルマーニ・カーサもスタートさせ、2004年には、アルマーニ・ホテルズリゾーツの開発にも着手した。 日本人シェフの松久信幸と提携したレストランアルマーニノブをミラノで運営している。またエマールプロパティーズと提携しドバイのブルジュハリファに2010年4月アルマーニホテルドバイをオープンした。現在はファッションブランドの枠を超えトータルライフスタイル提案型の巨大ファッションブランドにまで成長した。 創業者のジョルジワルマーにはインタビューで次のように答えている。あくまでもナチュラルで着心地が良く現代生活にマッチするもの。そんなデザインを追求していくと自然とシンプルなものになっていく。ファッションでもいささか奇抜なディテールで人を驚かせようとする意図がはっきり感じられるのは無意味だと思うんだ。まあ意味がないし。 不安にもさせられる、アルマーニの服には、時代を超えたエレガンスがあり、究極のモダニズムが宿っていると評されている。ファッションビューティその他事業プロダクトレッドとは、民間企業から、世界エイズ、結核、マラリア対策基金への持続的な資金の流れを作る、寄付の仕組みである。ロックバンド、U2 のボーカルボノと、国際 NGO であるデータのボビーシュライバーが、 発起人となり、2006年1月26日、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムにおいて発表され、ジョルジオ・アルマーにも賛同した。レッドと称する共通ブランド商品を開発、製造し、その販売収益の一部を世界基金に継続的に寄付する仕組みで、これによって得られた資金は、グローバルファンドのアフリカでのエイズ対策支援に役立てられる。 日本においては、エンポリオ・アルマーニのショップで、レッドのタグのついた商品が購入可能である。プロダクトレッド商品の売り上げにより、これまでに約1億3000万ドルが世界基金に寄付されている。この寄付は、ルワンダ、スワジランド、ガーナ、レソトにおけるエイズ対策資金として活用され、これまでに400万人が支援を受けている。 2006年11月の来日時に U2 のボノが安倍晋三首相を表敬訪問した際、自らの活動に関連してリーダーシップの発揮を求めたほか、日本の発展途上国への援助と2000年の九州・沖縄サミットで日本が提案して創設につながったグローバルファンドによりエイズ患者の手に治療薬が渡っていることを賞賛した。 この際、レッドとエンポリオ・アルマーニのコラボレーションモデルのサングラスを送り、安倍首相がこれをかけるという場面もあった。ありがとうございます。